三重県志摩市で開かれている G7 主要7カ国の交通相会合は今日2日目を迎え、実質的な討議が始まりました。社会的課題をイノベーションの力によって克服する、解決する、ここに焦点を当てて皆さんで議論をしたいと。今回の会合ではイノベーションを通じた誰もがアクセス可能で持続可能な交通の実現をテーマに、3日間にわたり地域の公共交通の在り方や交通分野の脱炭素化などを議論します。今日午後にはウクライナのクブラコフ副首相兼インフラ相も出席し、ウクライナの交通網の復興をめぐり議論を交わしました。